瀬戸大橋。瀬戸大橋は、本州の岡山県倉敷市と四国の香川県、坂出市を結ぶ十の橋の総称である。瀬戸内海をまたぐ本州四国連絡橋の小島、坂出ルートにあたり、橋の大部分は香川県に属する。1988年、昭和63年に、全線開通。それにより初めて、四国と本州が陸路で結ばれた。橋には、 道路と鉄道が通り、鉄道道路併用橋としては、世界最長で、世界一長い鉄道道路併用橋としてギネス世界、記録、2015年にも認定されている。2017年、平成29年に、日本の20世紀遺産に選定。完成したのは、レインボーブリッジができる前のことで、海に架か,かる長大橋はそれまでサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジなど、 海外ものがよく知られ、海峡部十キロメートル近く、首都の高さ二百メートル近いものとしては、国内初だった。完成時は、同じ八十八年に開通した青函トンネルと、合わせて大々的に報道され、当時一大観光スポットになった。九百七十八年、昭和五十三年の着工から九年六ヶ月を経て九百八十八年、昭和六十三年四月十日、 供用開始され、総事業費は1兆1、338億円である。諸悪諸島の5つの島の間にかかる6つの橋梁とそれらを結ぶ高架橋により構成されており、橋梁部9368メートル高下部を含めると13.1キロメートルの延長を持つ。日本ではそれぞれ単独の橋とみなされる連続する10の橋を合わせた合計の長さは、 鉄道道路併用橋としては、世界最長で、瀬戸大橋は、世界一長い鉄道道路併用橋として、ギネス世界記録にも認定されている。橋梁は釣り橋、シャバリ橋、トラス橋の3種類を併設。道路建設は、国道2号と11号を結ぶ、国道30号の改築事業として行われた。鉄道は、宇野線茶屋町駅で分岐し、 予算線、宇多津駅に接続する、本市備産線の一部である。工事の際には、当時世界最先端の技術が導入された。また、気象条件や荷重による変形が著しい。この規模の吊り橋への鉄道の敷設は、世界初の事例であり、橋梁の変形から線路を保護するための技術が新規に開発された。橋梁部構造は上部に4車線の道路。 瀬戸中央自動車道、下部に、伏線の鉄道、四国旅客鉄道、JR 四国本市備線、愛称、瀬戸大橋線が通る二層構造となっており、用途が二通りある、鉄道道路併用橋である。下部の鉄道については、新幹線、在来線合わせて四線を付設できるようになっているが、現在は、在来線用に、中央寄りの二線分のみが、暫定的に付設され、 使用されている。計画中の四国横断新幹線が建設される。際には2線増設され、東側2線を在来線に、西側2線を同新幹線として使用する予定である。設計最高速度は、上部の道路が時速 100km、第1種、第2級、下部の鉄道が時速 130km、在来線部分、または、 時速160キロメートル新幹線部分。今のところ新幹線用のスペースのほとんどは何も設置されていないが、一部スペースに建設当初、想定されていた新幹線用設備分の支柱が設置されている。1994年、平成6年に瀬戸大橋を経由して、本州と四国を結ぶ特別高圧電線50万ボルト本市連携線が、 電源開発株式会社によって付設された鉄道部と同レベル。共用が開始されると、倉敷市下津板野浦の一部住民や橋本の各島民から瀬戸大橋線の騒音やライトアップによる公害の訴えが相次いだ。現在、橋梁のライトアップが事前に決められた日にしか行われないのは、ライトアップの光により明るすぎて眠れない。 漁業に影響が出る等の公害に対し住民に配慮したものである。なお、この証明はもともと、橋梁の保守、点検用である。かつては、西瀬戸自動車道、瀬戸内、島並海道のことである、瀬戸内海大橋と混同を避けるため、瀬戸大橋を、美山瀬戸大橋と呼ぶこともあった。下津井瀬戸大橋から、 南美山瀬戸大橋までの約 9.3km に使われたコンクリートは200万メートル、鉱材47.3万トン、工期9.5年、延べ労働時間は7 0 0万時間である。瀬戸大橋の海中基礎17基のうち、既存技術で対応できたのは6基、残りの11基のために大規模な基礎向けの設置計算工法が開発された。対象は、筆石東京2基。 岩黒島橋3基と南北美山瀬戸大橋6基。計11期に使われた海中コンクリートは54万メートルで、その中でも南北美山瀬戸大橋の 7A アンカレージと4アンペアアンカレージは大きく、全体工程のクリティカルパスになった。水中葉っぱとグラブ線による岩盤掘削を行い、構成系損を沈設、荒骨材充填後、モルタルを注入する。 骨材を先に充填するため、プレパックドコンクリートと呼ばれる工法である。原理的には単純な工法で国内外に洗礼はあったが、この規模の水中発ぱや海中コンクリートは世界でもほとんど例のないものだった。そのため、超音波信号や電磁誘導をトリガーとする水中発っぱ、岩盤ン,ン削面の平坦化、大型ケーソン1決め、大型モルタルプラント線。 大型移動式海上足場、大型クレーン船などに関わる新しい技術が開発された。水中発ぱの実施にあたっては、魚への影響を調べる調査研究が行われ、距離500メートルで、ピーク圧力2キログラム、センチメートル以下という条件で、漁業関係者との合意を得た。圧力波に最も弱いのはメバルで、アイナメが最も強かった。 建設中に行われた156回の水中葉っぱの圧力は測定により1キログラム、センチメートル以下であることが確認されている。また、7A アンカレージから430メートルの距離にある石油生成プラントへの振動による影響を防ぐため、1秒間隔で12段に葉っぱを分ける秒差段発起爆工法も開発された。 下津伊瀬東大橋のケーブルは 5.37mm、k y ヤ5 5 2本のストランド44本で構成される。スピニングとサグ調整を同時に行う AS 工法を強風下でも行うため、低張力 AS 工法を採用した。他の橋には PWS 工法が適用された。工場での祖線長さの管理精度を高めるため、 磁気マーキング測定方式が開発された。南ウィソン瀬戸大橋のケーブルは 5.12mm、KY や127本のストランド271本で構成される。桁の仮設中には完成時と異なる応力が発生する。仮設中はヒンジにより力を逃して、すべての桁を仮設した後に固定する方法はあったが、 本州四国連絡協では、強風時の安定性に懸念があったため、無品事工法が開発された。これは、仮設中に油圧機構を用いて、ハンガーロープと桁に発生する応力の分布を調整する技術であり、ダイナルト橋で最初に適用され、瀬戸大橋にも用いられた。また、荷重振幅400トンの大型疲労試験機を製作し、試験結果に基づいて、 溶接部の品質管理が行われた。塗装技術は、本州四国連絡協講団の委託により、土木学会により開発され、1977年に公共塗装基準、同解説として定められた。工場塗装を基本とし、現地塗装を行う接合部などについては、付着塩分の管理を行った。下地処理は、ブラスト処理後、アルキルシリケートを主成分とする樹脂に、 犠牲防食作用を持つ、アエンマツを混ぜた厚膜型向き、ジンクリッチペイントを施した。下塗り、中塗りは、エポキシ樹脂塗料、上塗りには、長期曝露耐久性に優れる、ポリウレタン樹脂塗料が使用された。その後の技術進展に伴い、1990年の塗装基準改定で上塗りはさらに耐久性に優れる、フッ素樹脂塗料に変更された。各と各の詳細は、 それぞれの項目を参照。香川県境で芝野州緑町、芝野州高架橋の西側にある公園。1988年に、この場所で開催された、瀬戸大橋架橋記念博覧会、瀬戸大橋博88、四国の跡地を公園としたもので、記念館は、その当時のパビリオンの一つが残されたものである。岡山県倉敷市小島にある。 最も北側に位置する下津瀬戸大橋の西側には、船舶に対して潮流への注意を促すため、潮流信号所の電光掲示板が設置されている。見張り霊光、VHF 聴取の文字が一字ずつ表示され、これは、道路、鉄道どちらからも見ることができる。南北美山瀬戸大橋のアンカレージ表面には、飛べ上げ方式と呼ばれるレーダー障害対策が施されている。 鎧戸状の多段反射構造で電波を斜め上に反射させ二次反射によるレーダー偽造を防ぐ。そのため反射面の角度は電波が周辺の山や高い構造物を超えるように定められる。また 2P、6P 主等の一部には電波吸収剤が貼り付けられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。